はい、どうもマスター食べごろと、はい、水色です。じゃあ今回はブルーアーカイブ限定構築戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ダイスロー16。じゃあ食べごろ先行もらいます。はい、こちら高校で、はい、じゃあシャッフルお願いします。とりあえず5枚チェックで。はい、5枚チェックします。はい、じゃあ引き直しですね。サーモントとレベル1を確保しておきましょうと。3枚チェンジで。同じく3枚チェンジ。それで始めていきましょう。オープン。はい、オープン。はい、じゃあセンター厚さ、風紀員対策員ということで、白黒緑です。はい、こちらセンターネルと C&C と、補助事業部になります。はい、じゃあ先行もらいます。先行はカード1枚ドローですよね。で、エナテイズ手札かシグニゾーンからとエナに置きますので、手札からエナ置きます。グロッフィーズアズサレベル1に移動します。メインフェーズ、はい、じゃあ早速使います。イーサ発動ゼロコスト黒の行動部、カードを2枚引いて2枚捨てます。はい、2枚捨てます。で、好きな絆なので、じゃあ小春との絆を得ます。はい、じゃあそんな小春が入れます。なんと、はい、じゃあターン終了なんですが、小春自動効果あります。あなたのターン終了時、デッキの一番上を公開する。そのカードがブルアカの場合、あなたはブルアカの守備1体を対象とし、次の対戦相手のターン終了時まで、それのパワープラス4000スローを、2回ですね、まあ、チェックは1回だけにしましょうか。はい、物語の起動常時能力あります。このカードは全ての領域でブルアカとして扱う。はい、ということで、じゃあブラカですので、じゃあ2人とも4000しておきます。はい、じゃあ高校なので通道をします。はい、ではエナフェイズ、エナチャージで、グローフェイズセンターネルレベル1で移動します。メインフェイズ入ります。はい、じゃあこちらのピースを使用していきます。ゼロコスト連邦ステート回、じゃあまず3枚チェックします。他によって早すゆかをテクノに加えます。で、残りは好きな順番でデッキの一番下に置きます。で、その後手札に向かえてゆかとの絆を残します。じゃあ月色と月を出します。月の起動効果で、このカードをダウンしてプラス4000してこのシグニに自動効果を付与します。これでアタックフェーズ入ります。ディフェンスなしでどうぞ。はい、では千尋でアタック。はい、じゃあ食らいます。チェックなしで。はい、ブリはタックで、はい、そちらはスタバタイバーンします。はい、じゃあこれでターン終了で。はい、じゃあアップフェーズ、ドローフェーズ1枚2枚いきます。ナフェーズ、じゃあ手札からエナに置きます。グロフィーズセンター、アズサをレベル2グローします。グローコスト、白1コスト、支払います。はい、じゃあそれではメインフェーズ入って、アシストグローします。と、アヤネにグローします。出現時効果、エナチャージに1枚、2枚。はい、じゃあさらに、使用します。スペル使用、物語の起動、無色1コスト。効果ですが、丸に使用します。じゃあ5枚チェックします。じゃあ、数差を手札に加えて、残りを好きな順番でデッキの一番下に置きます。はい。それでは、数差を場に出します。で、早速、数差起動効果使用します。ダウンとエナゾーンからブルアカのシグニ1枚をトラッシュに置きます。対戦対レベル1をシグニって対象とし、それを手札に戻しますので、つくよう手札に戻します。はい。はい。じゃあ、これでアタックフェーズに入ります。はい、ディフェンスなしでどうぞ。はい。じゃあまず、真ん中の小春からアタック。はい、ライトバーストチェックでなしです。じゃあ小春アタック。はい、チェックでなしです。はい、まずアタックどうぞ。はい、じゃあそのアタックはサーバントでガードします。はい、じゃあ、ターン終了します。じゃあまた小春の効果使用します。自動効果デッキの用チェック。はい、じゃあブルアカのシグニなのでプラス4000を触れますので、だいたいまだレベル2だから、じゃあカズサにプラス4000と、もう一人小春にプラス4000。これでターンエンド。はい、じゃあフェイズ、ドローフェイズ。はい、じゃあエナフェイズですが、場からエナチャージを行います。ドローフェイズセンターネルレベル2に移動します。はい、グローコスト青1コストを支払います。メインフェイズに入って
じゃあアシストブローで一ノ瀬アリスにブローします。出現時効果でカード2枚引きます。1枚2枚とハスビと、小雪と、薬味をバリ出します。じゃあ手札から、スペル発動で、物語の駆動、無色1コスト、支払って、1つ目の効果で、好きな生徒1人との絆を獲得します。じゃあここで、小雪との、絆を獲得します。で、つくよ、起動効果で、このカードをダウンして、プラス4ステンして、一度効果を付与します。じゃあこれがアタックフェイズ入ります。で、開始時効果とアップ状態のこのシグリをダウンしても予想した場合カード1枚引きます。じゃあ小雪の、もう一つの、開始時効果であなたの場にあるすべてのシングルがブラックの場合、手札を1枚捨てても予想した場合、対戦で手札を1枚狙いで選び捨てさせているなので、手札から1枚捨てます。はい、すみでした。はい、じゃあこれでディフェンスどうぞ。ディフェンスなしでどうぞ。はい、じゃあハスミで、ハスミの長寿能力であなたの場の他のブラークのシグリがある限り対戦相手のシグリがこのシグリとのバトルによって場に進める場合何を置かれる場にトラッシュに置きます。はい、じゃあトラッシュに置きます。はい、じゃあルリックアタックでがします。はい、はい、じゃあこれでターン終了で、はい、じゃあアップします。アップします。パワーがなくなります。はい、じゃあ、ターン開始カード1枚、2枚ローンします。エナーフェイズ、手札からエナーチャージします。グローフェイズセンターマッサグローします。グローコスト白2コストです。じゃあ白2コスト。はい、それではメインフェイズ入りましてピース使用します。ティーパーティー、ドリームチームピースです。白をリブ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 以上含んでおりまして、ゲームの間にクロスフォードを使用しているので使えます。カード1枚なんで相手に見せる必要はございませんと。これでじゃあ残りをデッキのことに置きます。で最後、その後あなたはルリブの下から合計4枚とルリブタダッシュに置いてもよい。そうした場合好きな生徒1人との絆を確認する。青森ミネとの絆を得ます。アシストグロー地夏ですね。出現時効果デッキの上から2枚をトラッシュに置く。その後、あなたのトラッシュからガードを持たない共通するクラスを持ちる2体までを対象として手札に加えますので、じゃあ、ブルアカの、とクラスのシグミを回収します。青森2枚。じゃあ、響きでも回収しておきましょうかね。はい、じゃあ2枚回収します。で、青森2枚を取り出します。はい。で、青森メネ、絆を得ておりますね。絆効果使用します。アップ状態のルリグ2体をダウンする。そしたら対戦とレベル1を知る1体を対象として札に戻すことができますので、つくよう手札に戻します。はい。おい。はい、じゃあこれでアタックフェーズに入ります。はい、ディフェンスなしでどうぞ。おい。はい、勇気の一手。はい、ライフバーストチェックでなしです。おい。じゃあ、サーブ。はい、じゃあそのアタックを受けます。チェックで。アップ状態のシグニット対象として、できる一番下に置きます。じゃあみんなを下に置きます。はい、じゃあ、これでターン終了ですが、シールドコカール効果使用します。デッキの一番チェックしてブルアカですので、カズサをプラス4000します。はい、じゃあこれでどうぞ。はい、アップフェイズ、ドローフェイズ2ドロー。じゃあエナフェイズ場からエナチャージします。グローフェイズセンターネルレベル3にグローします。グローコストで青にコスト。ここでメインフェイズ入ります。はい、じゃあ赤に出します。出現時効果裏側のカードを2枚捨てます。なので、2枚引きます。じゃあアシストグローで、アスナがインガール。出現時効果で対戦相手の手札を2枚未来で選び捨てさせます。2枚捨てます。はい、でもう一つの出現時効果で無色1コスト支払います。ターン終了時まで対戦相手全てのシグネパワーをマイナス3000します。じゃあバニッシュされてここが1000プラスですね。はい、じゃあ残り1名引きを出します。じゃあ
これがアタックフェーズ入ります。じゃあ、ヒリキの回収時効果であなたの場にあるすべての仕掛けがブラーカの場合、対戦相手の手札を1枚捨てます。捨てます。じゃあ、ゲルの効果でゲルのこのターンに手札を3枚捨ててるので、対戦相手の仕掛け対象として青1コストを支払ってマイナス1万します。はい、じゃあこれでディフェンスどうぞ。はい、ディフェンスステップ、グローします。両力移籍ですね。出現時効果、対戦相手新一体対象としたアンシュルジュバイ、それの方はマイナス8000し、それは自動能力を得ると。じゃあマイナス8000できますので、ハスミマイナス8000で、はい、じゃあ効果によってバニッシュされます。はい、じゃあこれでどうぞ。はい、響きアタックで、はい、シグニバリアで1回無効になります。はい、じゃあアカニアタックで、はい、チップリなしで、はい、じゃあユニークアタックで、はい、でサーバントシャープ、ライフバースト、トラッシュから守備1枚を対象として手札に加えることができますので、じゃあ優化で、はい、これでターン終了で、はい、もらいます。アップフェイズ、ドロフェイズ1枚2枚引きます。エナフェイズ、手札からいきます。はい、じゃあそれでは、メインフェイズアウサのゲーム1効果使用します。じゃあ7枚1、2、3、4、5、6、7枚、で好きなカード2枚まで手札に加えます。じゃあ2枚加えて残りをシャッフルしてなので、はい、じゃあデッキを一番下に送ります。ムカ、ユーカ、マリ、はい、それではアズサと同効果使用します。白にコスト、はい、対戦相手のシグに1体を対象とし、それを手札に戻しますと、あなたのライフクロスは3枚以上ある場合、代わりにそれをトラッシュに置けるので、ちょっとトラッシュに置きます。はい、じゃあこれでアタックフェーズ入ります。じゃあまずユーカの効果から、あなたのアタックフェーズ開始、あなたの場合は全ての種類がブルアカの場合、カードを2枚引き手札を1枚捨てます。1枚2枚1枚捨てます。で、じゃあミカの、アタックフェーズ開始効果使用します。あなたの場にある全ての種類のブルアカの場合、対戦相手8000以下シリッターを対象とし、手札を1枚捨てても良い。そうした場合、今回丸1ですね。対戦相手のライフクロスが3枚以下の場合、手札に戻しています。じゃあ、手札を1枚切ります。で、手札に戻します。はい。ハンドが1枚。これで何かあればどうぞ。はい。ディフェンスなしでどうぞ。はい。じゃあまず、ユーカからアタックします。チェックで、対戦相手の守備に対象とし、ダウン凍結します。で、対戦相手当て方を1枚捨てます。はい、捨てます。じゃあマリアと、はい、チェックでなしです。はい、厚さアタックで、はい、出ます。チェックで、対戦相手の守備に対象としてダウン凍結、ここかな、はい、っていうとないです。はい、はい、じゃあこれでターン終了ですが、マリー効果あります。あなたのターン終了時、あなたの他のブラカーシーに行ったら対象と、次は対戦相手のターン終了時まで、それはシャドウレベル1を得ますので、3日にシャドウレベル1を付与しておきます。はい、これでどうぞ。はい、じゃあアップフェーズ、ドローフェーズ、ツードロー、エナフェーズでチャージします。メインフェーズ入ってアシストグローで皮膚にコンビをします。出現時効果でできながら5枚見ます。イロハと、はい、じゃアリスの2枚と札に加え、残りを、好きな順番でデッキの地盤下に置きます。はい、じゃあピース発動でセッター無色1コスト、で対戦でグリグリって対象としスルを凍結します。センターを凍結します。で、その後、カード4枚引きます。で、その後、あなたのグリグの下から合計4枚グリグトラッシュに送ります。で、それによって、好きな生徒1人との絆を獲得します。で、猫塚響きとの絆を獲得します。では、イロハ割り出します。出現時効果で黒1コスト、支払って、トラッシュからブラーカの守備に1枚まで対象とし、それを場に出します。じゃ、この効果に残った響きを場に出します。で、絆を獲得支援で出現実使用します。手札からブラーカのカードを2枚捨てます。ここをマイナス1枚します。はい、じゃあパワーゼロでバニッシュされます。じゃあここ2名
微妙にします。向こう作り微妙にします。で、刻みの出現時効果で手札からブラッカーのカードを2枚捨てます。マイナス1枚します、はい、残り2000。じゃあ残り黄色と優化を割り出します。じゃあこれでアタックフェーズ入ります。で回避時効果で、まず出るからで、このターンに手札から2枚以上捨てているので青1コスト支払ってマイナス1枚します。はい、バニッシュされます。じゃあ千尋の開始時効果であなたの場にある全てのシグニがブルアカなので対戦後のシグニを対象とし手札を1枚捨ててもよい。ターン終了時でマイナス3枚します。バニッシュされます。ブルアカの開始時効果であなたの場にある全てのシグニがブルアカなのでカード2枚引き手札を1枚捨てます。で、どうか一応捨てます。じゃあこれでディフェンスどうぞ。はい、ディフェンスなしでどうぞ。じゃあ優香からアタックで、はい、チェックします。なしで、はい、じゃあ響きアタックでチェックで、はい、対戦ターンアップ状態主義って言ったらそれをデッキの一番下に置くので、じゃあ千尋をデッキの一番下に置きます。はい、じゃあルリーバアタックで、はい、食らいます。はい、サーバントシャン青森みたいな手札に変えます。はい、じゃあこれで、ターン終了でターンもらいます。アップフェーズコアダウンのままです。ドロフェーズ1枚、2枚引きます。じゃあそれでは、まずさ起動能力使用します。はい、白含むコストで対戦手順一体を、手札に戻せますので、じゃあ優香手札に戻します。はい、その時優香の、調子能力で2枚捨てて、能力を無効にして時間をします。はい、はい、じゃあアシストブローします。あやね支援特急便グローポスト無色2コスト。はい、今回ですがデッキをシャッフルし一番上のカードをライフプロセスに加えることができます。はい、さあ何でしょうね。ミネ響きハスミ。はい、じゃあこれでアタックフェイズ入ります。じゃあまず響き効果、アタックフェイズ開始、あなたの場合に全てのシグニがブラーカーの場合対戦相手は手札を1枚捨ててください。はい、はい、じゃあ手札を1枚捨てます。はい、じゃあこれでとりあえずディフェンス何があるの。はい、じゃあアシストグローで花コストをグローします。グローコストで無色2コストで、1つ目出現時効果で対戦相手のシグニに対象として手札に戻します。はい、じゃあこれでどうぞ。じゃあアタックせずにターンを終了しますが、ターン終了時青峰に入れ、あなたのターン終了時他のブラカーシグニッター対象とし次の対戦相手はターン終了時までそれのパワープラス1万します。2万2000。じゃあこれで、ターン終了ですね。どうぞ。はい、じゃあアップフェーズドローフェーズ2ドロー、エナフェーズ手札からエナチャージします。優香の刻みの起動効果 A 使用します。アップ状態のルイグ2体をダゲームして、カード1枚引きます。はい、じゃあネルのゲーム位置を使用します。青0コスト、カード2枚引くなのでカード2枚引いて、対戦相手の手札を1枚未来で選び捨て寄せます。はい、では、響きリムーブします。じゃあここにアリスと、ハスミを出します。じゃあアリスの起動効果を使用します。手札からブラカのカード1枚捨てます。じゃあこの効果で、1枚捨てて、トラッシュからブラカのカード2枚まで対象とし、それらをこの職人の下に置きます。じゃあこれでアタックフェーズ入ります。じゃあ優香の、開始時効果であなたの場にある全てのシグニがブラカなので、カードを2枚引き手札を1枚捨てます。でカードを2枚引き手札を1枚捨てた後にリフレッシュに入ります。で、その後、ネルの開始効果で、このターン、ユーカの手に2枚乗せているので、対戦相手の資源に対象として、青1コストを支払ってマイナス1万します。はい、残りパワー2000です。ディフェンスどうぞ。ディフェンスなしでどうぞ。はい、じゃあアリスアタック実効果、2枚してやるので、マイナス8000します。はい、じゃあマイナス合計1万8000されたのでバニッシュされますが、ミネの自動効果は、トリガーしますので使用します。対戦相手のターンの間シグニッタイがアタックした時、対戦相手のシグニッタイを対象としターン終了時までそれは能力を失う、がございますの で、はい、でじゃあハスミの能力失わせておきます。ここはバニッシュされます。
じゃあここが1点ですね。はい、運命のチェック。ゆうかつまったアップ状態して1回対象としてそれをデッキの一番下に置きますので、じゃあハスミを置きましょうか。デッキの一番下下です。はい、はい、じゃあこう一応倒していきます。じゃあルリグアタックです。これ知ってんですよね。物語の起動好きな生徒1人と絆を獲得します。アズサとの絆を獲得します。最後に最後にはい、じゃあこれでターン終了です。はい、じゃあアップフェイズパワー修正なくなります。ドローフェイズ1枚2枚。はい、エナフェイズスキップします。じゃあ、得た絆効果使用します。無色1コスト、支払ってデッキの中3枚見てその他シグニ1枚を公開して手札に加えることができます。シグニ1枚出てくれます。はい、じゃあ残りをデッキの下に置きます。じゃあスズミ割り出します。出現時効果使用します。白1コスト、あなたの場に他のブラーカーのシグニがある場合ターン終了時まで対戦相手全てのシグニは能力を失います。アズサ起動能力使用します。白含む2コスト、対戦相手のシグニ1体対象として手で戻すので、ユーカ踊れよし、じゃあ可愛い子波動を出してじゃあこれでいこうかな。じゃあこれでアタックフェイス入りまして、一応響きの効果、頭にある全てのシグニはブラーカーなので対戦相手手札を1枚捨ててください。はい、じゃあサーバントを捨てます。おいアタックフェイズ入りますが、ディフェンスないか。はい、ディフェンスなしでどうぞ。小春でアタックいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。